ユースケ駅は、熊本県八代市郷町下有里佐にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。駅舎は東側にあるが、登り方に地下道が設けられているために西側にも出ることができる。以前は、 木造の駅舎であったが、白あによる被害で老朽化し、2014年に鉄骨造り平屋建ての駅舎に建て替えられた。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅。自動券売機が設置されている。かつては駅西側にあった日産化学工業協工場に向けて専用船が存在し、貨車により肥料の原料となる。 カリン酸石灰や製品などの貨物輸送が行われていた。しかし、工場の閉鎖に伴い1958年11月1日に廃止された。駅構内には専用線や貨車の入れ替えに使われていた貨物側線の跡が基地として残っており、専用線や工場の跡地は道路と鏡町豪海工業団地になっている。1日平均乗車人員及び 乗降人員の推移は下記の通り。2016年からの1日平均乗車人員の推移は下記の通り。周辺は住宅と田畑が混在する地域で、東側約 1km ほどの距離に旧宮原町の中心部が、西側約 1km ほどの距離に旧京町の中心部がある。開業時の地名が由来。有助は古くは新坂と読まれており。 これが点火したものと言われている。駅舎を出てすぐ、左手側に、参考バスーサ、駅前バス停がある。LED 行き先表示は、宮原中央ではなく、単に、宮原と表示される。LED 行き先表示は、イオンに厚白と表示される。ABCDEF、週刊 JR 全駅、全車両基地33号熊本駅、カレー川駅、大畑駅ほか、 朝日新聞出版、週刊朝日百科、2013年3月31日、24ページ。ABC、熊本市店内各駅、JR 九州鉄道営業。2016年4月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年10月30日閲覧。1985年に工業団地が整備されるまで配線跡が残されていた。 レールマガジンナン、no. バー38367ページ交通新聞 P1AB 有り駅新駅舎できた八代市待合室に畳実機チョイス熊本日日新聞 P14 駅別乗車人員に八代市地域公共交通再編実施計画を策定しました八代市地域公共交通再編実施計画の 国土交通大臣認定広報八代2017年9月号、P10P11 より阿蘇、小国、高森、八代ダイヤ改正に伴う運行内容について2017年10月1日ダイヤ改正のご案内。ありがとうございます。